はい、皆さんごちきです。それでは本日なんですけども、こちらでございます。私のメインマシンがですね、さらにアップデートされて一応仕上がったということで、本日はですね、こちらのマシンのご紹介させていただければと思います。はい、ということでございまして、今回私のね、こちらメインマシンというか、まあ、タイムアタック用のマシンって言っても過言ではないぐらいタイムアタックしかしてないんですけど、公式大会、これで出てないし、なんか普通にレースとかも出てないので、うん。なので、まあ、どっちかというとタイムアタックしかしないマシンになるんですけども、こちらのマシンがまあ完成したぞということで、まあ、ちょっと見ていきたいかなと思います。はい、それではフロントからご紹介したいと思います。こちら、まあ、ブレーキですね。ブレーキは斜め8度にしていて、形こういう感じにね、ってあります。まあ、この形がね大事かって言われるとそんなに大事ではないんですけども、ここの部分がねタイヤがある程度隠れるように残ってるといったところが、まあ自分の中ではある程度ポイント高い部分かなって思いますね。ここがねなんかちょっと尖ってて危なそうっていう意見があったんで、ここね丸みつけてあります。なんでもう全然こんな感じでグッグッと押しても痛くないぐらいですね。ちょっとまあ痛気持ちいいぐらいな感じになってます。まあ正面からぶつかってもね、ここ当たることまあ基本的にないと思いますんで、まあ、大丈夫だと思うんですけども、実際自分で何回か走らせて受け取ってますけども、ここがなんか刺さって痛かったっていうことはないので、まあおそらくそこは大丈夫だと思います。3ミリプレートで貼り付けてるっていう形になりますね。はい、そしてフロントは二軸の AT になっております。柔らか AT でございますね。ただまあこのねボディがねちょっとね重めについてるので、まあ正直言うとなんかどうなんだろうなっていうところであるよね。うん、でこれなんかさ、俺こう連動にしてるんだけど、最近これ連動じゃないくて別体の方がいいんじゃないかってちょっと思ってるところあるね。うん、まあレースに出てるわけではないし、スラスト自体別にねこの上がりでついてないからね、別にね、うん、そんなにここまで上がってようやくつくぐらいだから、なんかそんなにフロント連動してて意味あんのかなってちょっと思ってるところありますね。ただまあ上がり幅がね増えるんで、まあいいのかなぐらいな感じで作ってます。でフロントのここのギミックに関して言うとピボット、うん、これはねスラダンとピボットどっちがいいのっていう話あると思うんですけども、僕はまあタイムアタックでしか基本的にこれ使ってないから、まあコーナーのねそのなんていうのかな、まあ飛んでエアターンするときにここ柔らかく入ってくれればいいなーぐらいな感じでやってて、で平面速度は減速させないようにっていうことをまあ前提でねこのマシンを組んでますので、まあなので、はい、ピボットでじゃあ十分じゃねえかっていうことでピボットにしてあります。もっと硬くてもいいかなって思うんだよね。本当に勢いをちょっとなんか強くこう弾かれすぎないぐらい柔らかく入ってくれたらいいなぐらいな気持ちで、はい、作ってるんで、まあ、なんで、こういう形になってますね。でこの形状だと 9mm じゃないと基本的にはつかないと思うんですけども、これ 13mm つけていて、 13mm つけている理由としてはここですね、ここに、9mm だったかな、 9mm のスペーサーを挟み込んでストッパーにしてるんですよね。なので、この戻り自体もね、はい、非常にガッチガチになっているので、はい、ちょうどいいかなと思いますね。減速少なく入りというかエアターンは柔らかくみたいな、はい、こんな感じで、まあ、今とこれで弾かれてるっていうのはね見たことはないんでいいんかなと思いますね。そして超人、うん、提灯がねついてるところにまあちょっといろいろ加工してるんだけども、それはちょっとまたちょっと後ろの方でお話しさせていただくとして、提灯はねこんな感じですね。はい、まあこの提灯自体は特になんか特別言うことないんだけども、ここのフロントにこう斜めゴムみたいなのをつけて、まあ可動域を制限したりとかしてますね。うん、まあ結構これは役に立つのかなっていうところですね。うん、で重し結構ね重いの入れてます。まあこんな重しいらんかなと思ったりはするんだけども、まあ意外と跳ねるんで速度上がってくるとね、うん、まあそこしっかりと耐えられるようにはしてるかなっていう感じで、うん、トントンって感じでいいんじゃないかなと思います。はい、でタイヤがね 22.3 だったかな、はい、と思います。だいぶね小さめにしたんですよね。なので今回久しぶりに底面の底上げをやってあります。はい、ちゃんと 1mm 確保できるぐらい削ったんで、まあ、綺麗にできたかなっていう感じですね。うん、まあ、ここのもちろん、はい、提灯のこの重しに関しても底面 1mm を確保できるギリギリのところを取っているという形になりますね。毎回ねここのねその提灯の
この底面の難度みたいなのを出すのが大変なんで、それがなんかうまくね、できる何かがあればいいなって勝手に思ってますね。はい。で、まあ、ここのね、部分に関してはそんなにやることがなくて、まあ、中のね、説明はまた後でやるんだけども、はい、まあ、裏のね、部分で言うと、ここ、はい、モーターカバー押さえっていうのをつけました。フロントはあんまり駆動抜けることないんだけども、リア結構抜けるんでね、こうやって上から押さえつけて、さらにここのカバーを押さえることによって、まあ、リアの抜けが悪くなるかなっていう感じで作ってあります。実際これで効果があるかはまあ正直言うと未知数ですねあるような気もするぐらいな、はい、感じで見てあります。そしてここがねキャッチャーですね。キャッチャーはね低めについてます。はい、あんま高いところに向けてないです。てのはまあそんなに頭から入っていく云々で言うと、もうだいぶ頭から入っていきやすい状況になってるので、まあ、飛んでやターンするときにここの調整で言うと、まあ、これのけて頭上げる、つけた状態でケツを叩くっていうその役割を分けてるっていう感じですね。今ケツ叩きモードになってるんで、まあ、強い衝撃入るとケツをこう叩いてくれるんで、はい、まあ、衝撃吸収にもなってるのかなっていう感じですね。はい、今はそういう感じの仕様にしてあります。まあキャッチャーに関してはまあこれでいいかなっていう感じ。特になんかこれ以上アップデートもなければ、はい、ダウングレードもないみたいな感じですね。で、リアは一軸のアンカーではなく AT になってます。ガチガチの方が好きなので、はい、AT になってます。こんな感じですね。アンカーの方がいいのかなーって思ったりするときありますけどね。まあ扱いが楽なんで AT にしてるっていうだけですね。うん、後ろには抜けます。ちょっとだけね、後ろにはちょっとだけ抜けます。まあ、このちょっと抜けぐらいはいいのかなって思ってちょっと抜けにしてあります。レンチンジの時とかにちょっとこう当たって、こうなんかこう下側は全然抜けないのよ。下側抜けないのよ。固めた時に少し後ろに垂れて入りやすくなんねえかなーっていう、それぐらいの車体を抑えてくんねえかなみたいな、はい、そういう感じでしてまーす。でもまあ上にがっつり当たんない限りは下側は全然抜けないんでいいかなーっていう感じですね。そして、リアの部分はカーボンで作ってます。フロントがね FRP、 リアがカーボンっていう風にしてますね。なんかフロントもカーボンにした方がかっこいいよって言われるんだけども、まあ個人的にはまあ全然フロントとリアで役割が違うので、フロントの方はFRP でこう柔らかくダンってぶつかりに行ける、でできるだけじんわりこうブレーキかかって入るみたいな、そのスパッとブレーキはなんかフロントにはいらないというか、はい、でリアは逆にスパッとシュッてこう入ってほしい。柔らかすぎると食いつきすぎちゃってブレーキの効きが変わってくるかなと思ったんで、なんでフロントとリアで、まあブレーキの使っている材料を変えているっていうのは、まあ、僕の中で割とこだわりだったりしますね。でまあ特に説明いらないと思うんですけども、一応磁気防止ステーはこんな感じで、はい、プレート入れてまーす。ちょっと中身見ますかね。まあ見せるほどでもないんですけども、駆動自体はもう大したことやってないというか、とかやってないんで、まあ見せてもっていう感じなんですけども、はい、こんな感じで押さえてるよっていうんだけ見せたいかなっていう感じ。ここは後ろにね、まあ倒れないようにここでプレートをね別で挟み込んで押さえる形にしてあります。もうこれでもう絶対倒れないですね。これでもかっていうぐらい後ろには倒れない。まあ、なんでエアターンするときにちょっとだけ衝撃の逃げが悪いのはあるのかもしれないなと思ってますが、まあでもまあ倒れるよりはね倒れない方がいいというか、まあこれのおかげでガタつきがもう本当にないと言って過言ではない。でしかもそこの隙間をわかりますかね、スキッドテープを貼ることによって滑りも良くしてるんですよね。うん、で戻りも良くなってるといったところで、まあ、これは結構ポイント高しくんなのかなっていう感じ。なんか余ったパーツのこう端材かなんかでここ確か平行出したんで結構綺麗にうまく入ってるなっていう感じですね。はい、で、一応モーターの、こっから見た方が分かりやすいかな。モーターの大さのところにカーボンの2ミリのカーボン入れていて、これでモーターを、フロントからこうギュッてこう押さえる形にしてますね。で、これ自体はもともと、なんかアルミのね、パーツか何かで、そのままくっつければ、みたいなやつが売ってたと思うんですけど、まあ、それがね、まあ、この中の内蔵されているものでも、まあ、禁止だろうという勝手な判断でね、今はこうなってます。まあ、実際これは禁止にな、中のやつも禁止になったかっていうのは俺は正直言うと知らないんだけど、公式で言われたこともないので、まあただまあなんかね、まあフリーでね遊ぶにしても、まあまあまあみんなが守るなら俺も守りましょうよぐらいな感じ。まあこれがね、まあアルミ切り出しだろうがカーボンだろうが性能は変わんないんだけどもまあまあ
一応つけてるよという感じですね。逆にこう上からこうなんか差し込むピンみたいなやつは使ってないです。はい、あれ使うとなんか斜めになって減速が著しく悪くなんか行われるというか、うん、減速が著しく起こるというか、はい、そういう感じだったんでやめてあります。で、駆動何もしてないよって話で、なんかと言ってもなんかしてんでしょと、なんかミニ四駆やってる人の何もしてないは信用できないっていう意見あると思うんですけど、本当に何もしてない本当に何もしてないんだよね。まあ別に全然本当見せても何にもならんからあれなんだけど、本当にね、もう言った通り何もしてないっていうだけですね。こんな感じでね、後ろ側をこう外すことによってこれを取り外すことができるようになる。ほら見て、何もしてない何にもしてない。駆動は調味料っていう話を俺聞いて、納得して、まあそもそもの素材の味が良ければ調味料なんかいらないよっていうのと同じで、確かにちょっとはうまくなるんでしょうね、その味が引き立つというか、まあ、速度は多少上がるっていうね、そういう部分はあるんでしょうが、まあこれは僕の感覚ですけども、そんなになんかここに関してはまあなんていうの、やりたければやる括弧半分自己満ぐらいな領域でいいんじゃないかなって思ってますね。うん、もちろん駆動効率はいいに越したことはないし、悪いよりはいい方がいい、でもまあ中にね、ゴニマルぶち込むぐらいでいいのかなって今僕ちょっと思ってて、まだ駆動はやるべきポイントじゃないかなってちょっと思ってるところがあるので、駆動は本当に何もやってません本当に何もやっておりません。なんか本当に、いややってんでしょっていう意見、本当に何もやっていない。まあ僕がお見せできる駆動の何かはもうないと言っても過言ではない。でもどっかで挑戦しよう、またね、駆動もね。動画に昔はね、駆動もしてたんですけどね。まあ明らかに僕の駆動はデチューンだということは分かっているので、もう少し勉強しながらいろんな駆動に挑戦したいかなと思いますので、また駆動やる動画とかはやるかもしれないね。はい。っていう感じ。なかなか良くない？はい。ということでございまして、まあ一応ね、変更点として、まあ今後ね、まあちょっとセンターシャーシを作り直そうとかっていうのをちょっと思ってる部分もあったりとか、あとリアのね、パーツがね、こんな感じでさ、なんていうの？9の方？軽量じゃなくて9の、9、軽量じゃなくて通常版って言った方がいいか。通常版の方のこの上の分厚を使ってるから、なんかそれをですね、交換したいんで、リアだけはもしかしたら作り直すかもしれないですね。うん。まあ今ね、公式マシンを基本的にいじってたから、なんかこのメインマシンというか、こちらのマシンそんないじってなかったんだけども、まあタイヤが変われば走りも変わるはずなんで、まあ今度はね、これでちょっと様子見て走らせていきたいかなっていう部分なんですよね。で、今回タイヤがね、本当に前回23 3.5 とかだったのを 22.3 ぐらいまで下げた理由としては、なんかやっぱ小さいタイヤの動きを知っておいた方がいいなって思ったんですよ。今まで、やっぱ小さいタイヤ使ってた時もあったけど、やっぱ精度がクソだった。うん。まあ、そっから、精度をよくね、タイヤが作るようになったので、まあ、22.3 でね、全部フルフラでね、できるようになったといったところ。で、さらに、まあ、ミニ四駆のね、ロジックとして、グリップ力と走行の速度の差で、どれぐらいのね、タイヤの幅に影響が出るかみたいな。多分、コーナーが多いところとか、速度が落ちやすいところとかだと、タイヤもうちょっとね、幅とかつけて段付きにした方がいいのかもしれないんだけども、まあ、でも、現状ね、ローフリクションタイヤであれば、これぐらいのね、重量のマシンで、はい、走らせれば、まあ、スリップはしてくれるんじゃないかなっていうのが、今のところの計算なんですよね。ちなみに、現在の重量が 125.87 なんで、意外と重いんですよね。これがさ、100g 前後に収まってる人とかもいるわけだからさ、まあ、その人たちすごいなって思いますよね。まあ、フロントのブレーキとか、まあ、このあたりのパーツとか、こう、後ろを押さえるこういう部分の構造であったりとか、まあ、細かいところでね、パーツ点数が多いっていうのも、まあ、このね、結果を生んでしまってるっていうのもあると思うので、まあ、なんとかね、ちょっとパーツ点数を減らしながらね、一個ずつまた作っていきたいかなと思いますんで、はい。ぜひ、興味ある方はですね、今後ともね、こういった部分も見て、いただければなと思いますね。うん。
なんかね、もうちょっとパーツ減らせそうなんだよな。はい、ということで、本日ここまで見てくださってありがとうございました。まあ、このマシンがどういう走りをするのかっていうのはまた、なんかモノさんの対決しに行った時とかにね、走らせてみてどういう走りしましたよみたいな、動画を出そうかなと思ってます。多分ショート動画の方で上がると思いますんで、興味ある人はね、ショート動画の方で、見てもらえればいいのかなって思いますね。まあ、基本的にタイムアタックするときはなんか10位とかの範囲内には入れるようにちょっと頑張ってるんで、はい、まあ、大体ね、アルティメットベースさんで走らせてると思いますので、まあ、アルティメットベースさんね、八王子の方にあります、アルティメットベースさんの方で僕の記録を見かけた人はぜひ、まあ、抜くのは簡単だと思いますんで、ぜひぜひ僕のタイムを狙ってみてはいかがでしょうか。ということでした。ここで見てくださってありがとうございました。ミニ四駆かっこいいなとか、ミニ四駆今後も楽しんでいきたいなっていう人はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。本日はここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。